米沢マウロクドです。拍手お願いします。
ですね、なんとゲストの方に来ていただいてますよ。知らんかった。オーラがある人、かっこいい人。なになに、ヘルプ、何ですか、なになに、あ、かわいい女の子が来てるかって。ひごちょんぱけごま保存会より白石さんと野口さんにお越しいただきました。皆さん、ひごちょんぱけごま知ってるよって方どれぐらいいらっしゃいますか。お、半分くらいかな。今日はですね、こちらをよく知るためにですね来ていただいたんですけれども、まず自己紹介とちょんぱけごまの説明をですねお願いいたします。こんにちは、あの肥後ちょんぱけごま保存会からですね、今日は2名駒のスクエアに駒を回してきました。ありがとうございます。時間の許す限り、あの熊本と一緒に駒を回したいと思います。よかったね、熊本。まず紹介します。向こうはですね、あの保存会の野口名人です。名人、ありがとうございます。私は期待しています。よっ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、そんなですね400年前ほどからですね、肥後ちょんぱけごまがあるんですけれども、そんな歴史のあるちょんぱけごまを生で見せていただけるんですよね。はい、そうですね。やったー、嬉しいね。よかった、よかった。では早速なんですけれども、実演をお願いしてもよろしいですか。はい、あの説明をしながら、あの野口さんに回してもらえますか。ありがとうございます。あのこれはあの今から400年前に、あの熊本の加藤清正時代からですね始まりまして、熊本市の無形文化財になっております。無形文化財、芸能ですね。これをあの皆さんの観光客の方でお城であの駒を回しながら皆さんに紹介しております。だから土曜日はお城でですね、二の丸公園でみんな練習しながら観光客と回しております。今日はその一部をですね、熊本スクエアで熊本を回したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、駒一つに紐一本ですね、これをひねって落とせば駒が舞います。これが基本の回し方です。これができるようになったら、次は小堀ですね。小堀を連続で今度回します。これをなぜやるかって、これはあの技をするための回し方になります。だこれができるようになって、だいたい1年ぐらいでできるようになります。1年、技をできるまでに1年。はい、技ができるようになったら、次にあの野口さんが好きな使いずっとやってください。それを説明していきます。あ、たくさんあるんですよね。これなかなか難しいんです。これは左右やります。お、右左、お、すごい、足をクロスしてます。皆さん、はい、拍手。すごい。これができるようになったら、指の背をやります。次は少し斜めにして手のひらで回します。はい、はい、おー、すごい。今は右
は右のモニュメント、左から右の手のひらに移して、馬を落とします。馬を使って、馬を手のひらを落としているんですね。はい、次は手のひらに乗ったから、ちょっと腕にちょっと乗せてみましょう。これは相当難しくなります。今度は紐の上を横に乗せてから左右に駒を回します。ウグイスの谷技っていうんですね。ウグイスの谷技、これになるとしたら大体四五年するとできるようになる。はい、ね、ここで一部しかできないって。大技はちょっと後ろが狭いもんだから、はい、できませんのでですね、今日はここでできる範囲の技をやってもらっております。うわーすごいね。次はですね、今度は駒が横に走ったから今度は縦にやります。縦、はい、これはこういうのを滝登りですね。これ結構難しいです。頑張れ。はい、まあ大体この狭いところで大体できる範囲の技がやっておりますけど、時間ありますかね。はい、時間があったらしてとっておきの技をちょっとですね、難しい技、はい、いいですか。熊川下りを、熊川下り、はい、熊川君ですね。熊川の流れを無視って熊川下りという技をやります。これはい、はい、おお、体がやわらかくないって差ができないんです。すごいすごいそうなるよね。あ、すごい熊も、はい、すごい。今度は下から上に上がります、はい、これは年を取る思考上手になります。柔らかくないとできない技ですよね。はい、はい、あと、じゃああと1個してもらってもいいですか。あと1個ですね、ここで狭いところで、はい、野口さんが できる技を一つお願いします。いいです。その後、熊本と一緒に熊を回したいと思います。やった、もうお茶飲みとかないよ、うん。野口さんお願いします。はい、行きます。うわー、なかなか狭いもんだからですね。難しい、難しい、はい、クマも頭大丈夫ですか。すごかったね、クマも。拍手、すごい、ありがとうございます。タイヤ練習しとったけどね、これもうタイヤしとったね。熊本に手のひら乗るかな。お、手のひらさせてもらっても、はい、また、はい、手のひら乗せてもらいましょう。はい、乗らんならすぐこけしをやりますからですね、一回手のひらに入る。じゃあ一旦ね、ちゃんとできるか。熊本ちゃんと集中するのか、はい、大丈夫かな。まずは回転をつけて、くまモンが成功したら皆さん拍手をお願いしますね。はい、行きます。くまモン、お手手は難しいから、両手にこれを持って、じゃあもう一回ちょっとお手手でチャレンジしてもいいですか。お手手でもう一回チャレンジさせていただいてもいいですか。お手手、お手手をもう一回やらない。ちょっともう一回クマも頑張ろう。もう一回ダメだったらこけし、ちゃんとピシッてしとかなんばいて、今動かんご、固まりましたね。
はい、できたら拍手をお願いします。はい、はい、はい、どうぞ。頑張ってくまろう。できたー。できたー。拍手。大丈夫？どこ？できたね、くまろう。拍手。くまろうとこけしが。僕の頭にね、こまがね、くるくる回る。それもやってみようか。お、2つダブルですか？2つすごい、くもちゃんと集中せんと落ちるけんね。これ結構難しいんじゃないですか？できるかな。
お礼を、ね、したいと思います。やったー。今からですねお届けする曲、カモンクマモンって曲になります。知ってる方いらっしゃいますか？お、半分以上、やったー、ありがとうございます。やったね、うん、この曲ですね、皆さんと一緒に楽しめる部分があるんだよね、クマモン。ちょっとじゃあ私歌うのね、くまモン、皆さんのお手本ばしてもらってもよかですか？おおおお、耳を塞いで耳を塞いだ方がいいの？なんで？あ、ちょっとオンチが、オンチ、私がオンチだったな、ね、ちょっとね、あの厳しいかなっていうところがあるんですかっていうところでね、ちょっと耳塞いだがいいよってね、くまモンね、確かにOK、ボイストレーニング OK、いきますよ。今もお手手の準備はしてくださいね。皆さんのお手手の準備をお願いします。せーの、もももももも、くーまーも、もう一回、もももももも、くーまーも、バッチリバッチリ、すごい、皆さん練習の中にバッチリだったね。うんうんうん、耳栓入ってもいいですよって、よかったよかった、すみません皆さんね、ちょっとあれだったかもしれないですけどみんなのおかげでこう耳栓をしてるんだね、うんうん、いつの間にしとったとくまも捨ててね皆さんバッチリだったので、はい、このままちょっとダンスに行ってみようか、くまも早速ね、よしよしよし、じゃあ私が今から皆さん準備はよかですかと聞くので、うん、よかったら拍手で盛り上げてくださいね。はい、皆さん準備はよかですか？やっくまも準備はよかですか？ OK、 カモンくまも、ミュージックスタート。さあ皆さん行きますよ、せーの、もう一回、ありがとうございます。
この素敵な思い出をお写真にね収めたいと思います。OK。OK OK。じゃあ直掛けごまの保存会の方々も、はい、お二人もよかったら前の方にお越しいただいてですね。うん、みんな。ごまも。うん。あ、皆さん。身だしなみを整えてね。撮るけんね、写真場ね。はい、ステージからお写真撮りまして、くまモンがね、こう撮りますね。ちょっとくまモンにもこのまま持たせてもらってよかですか。すいませんね、ありがとうございます。どれがよか、くまモン。くまモン、くまモンの頭のこけしか、くるくるのコマどっちがいい。どっちも持つ。両方両方、どっちがいいかな。うん、OK、よし。くまモン座らせてもらおうかね。あ、コマが反対だね。よかったら、この会の皆さんにもお二人、コマを挟む形で入っていただけるとありがたいです。どうぞどうぞ。反対こっちから見ると下がよかったら一緒に、はい、ステージカラーも撮りますのでですね、こちらに。はい、ありがとうございます。それがいいの、もずっとコマを腰が見る。 OK かな。皆さん、身だしなみバッチリですかね。OK。はい、どうぞ。こっちから行きます。はい、ポーズ。はい、はい、じゃあ撮ります。はい、ポーズ。もう一回行きます。はい、ポーズ。バッチリ。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。今日もよかったね。ありがとうございました。ありがとうございます。よし。わあ、くまモン、楽しかったね、今日もね。おお、回ってます、回ってませんけど。決めたかったんだよね、くまモンね。ここだけお写真ちゃんと回してるみたいに見えるからね。ぜひぜひ、シャッターチャンスですよ、皆さん。全員とコマと一緒にお写真撮ってくださいね。はい、決めたかったんだよね、くまモンね。ありがとうございます。ありがとうございました。素敵なね、熊本の文化にね、触れさせてもらいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだですね、スクエアですね、文化祭のウィークが続きますので、まだ皆さん来てくれるとね、嬉しかですね。じゃあ最後は、素敵な思い出ば作ったばってん、かっこよくご挨拶して終わりたいと思います。はい。はい、以上、熊本サプライズ、熊本隊隊長の熊本でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてね、今日ね、持ち上げてくださった顔つきほどの保存会の皆さん、お二人にも大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。また会えると楽しみにしてるね、熊本ね。よかったね。ありがとうございます。次の思い出ができたね、熊本。はい、ありがとうございます。